後半戦。はい、アトラスラジオお便り会後半戦いきますよ。いやなんか、うん、春の日差しは、はい、眠たくてしょうがないですね。そうですね、春の日差しはってなんか変な、なんかこの昼下がりポカポカしてて、はい、心が温まって、はい、眠くなっちゃいましたよ。今日はなんかね、特になんか暑いという日でしてね、朝もなんかね暑かったですね。ポッカポカ近道みたいポッカポカポッカポカちょっと通り過ぎて、私も結構汗だくで椿の花が落っこっちゃってるのをもう吐きまくってですね、椿の花ボトボトに落っこってましたからね。吹きつつ言われるんですよね。そうなんですよ、頭からボッとって落ちるのでね。むしろ屋敷では植えなかった、うん、あーなるほどね、花が散るからね。うん、そうですね、なんかね首を切られちゃうみたいで怖いですからね。咲いてるのは綺麗なんですけど、こんなポッカポカでやられちゃって眠くなっちゃったらね、眠くなっちゃダメですよ。もう近道さんのね、うん、あのポッカポカエネルギーに、はい、体が毒されてる感じです。この間のアベンジャーズライブの、うん、はい、近俺が回さないと回らないでしょ。そうですよ、だから先生あの寝てちゃダメなんですよ回しましたからね。はい、美味しい。はい、ということでですね、うん、はい、アトラスニュースから、ウクライナには戦闘機が謎の失踪するバクムートトライアングルがある。うん、バミューダトライアングルに なんか習ってバクムートトライアングル。うん、はい、昨年2月に始まり今も続いているロシアによるウクライナへの軍事侵攻だが、ある地域でロシア軍の戦闘機が日常的に撃墜されていることが判明。うん、この地域は現在悪名高いバミューダトライアングルにちなんでバクムートトライアングルと呼ばれている。先日ウクライナ国防省はソ連時代の超音速爆撃機 SU-24 がウクライナ軍によって撃墜されたと SNS 上で発表。その後撃墜の模様を捉えた映像がテレグラムチャンネルに投稿された。動画には老朽化した爆撃機が炎に包まれパイロットが脱出している様子が映っていた。ウクライナ国防省はこの動画を共有しながら、ウクライナで最も謎めいた場所はバクムートトライアングルだ、1年前からロシアの飛行機が姿を消していると投稿したのである。事実バクムート地域ではこれまで400機近くのロシア機が撃墜されたと考えられている。この動画はわずか24時間で32万回以上視聴され、8000以上のいいねを獲得し約850回リツイートされている。この動画に対しては様々なコメントが寄せられており、ある人はロシア人がこの三角地帯に入ったらどこに行ってしまうのだろうかとコメントしている。またある人は過去にロシア側が制圧していた地域をウクライナ側が取り返し迎撃していることを称賛していた。はい、これで以上ですね。うん、はい、なんかこれどこ行っちゃったんでしょうね、いなくなった飛行機は。まあはい、どっかにゴミとなって捨てられてるんでしょうね。ゴミとなって、うん、なんか異空間とかに行っちゃったりするんですかね。異空間でしょうかね、違うこの空間にないことでいいですか、ね、はい、またなんかね異世界とかに、うーん、これね飛行機だけ行っちゃうならあれですけど、乗ってたパイロットも一緒に行っちゃったらどこの世界に行っちゃうんでしょうね、というちょっと不思議というか怖いお話でした。うん、はい、ということでね、次がですね、はい、レイチェルさん、先日ですね、あの動くクマのぬいぐるみのお話をお読みしたレイチェルさんから来ていまして、ビンタロウ先生大変ご無沙汰しております、久々に番組にメールをしてみました。最近は投稿のレベルが高い反面、私の日常の延長の不思議話が採用されるかは、クエスチョンマークですが、採用云々よりも今でもファンですよとお知らせがてらご連絡させていただきました。以前より交流させていただく機会が減ってはいても変わらずにファンでおります、という大変ありがたいメッセージいただきましたね。うんうん、でね、この最近は投稿のレベルが高いと
とおっしゃってますけど、そんなことは、ね、ないと思うんですよ。まあなんかね、いろんな方がいらっしゃいますからね、まあ、忘れられるうちにね、手紙に書いてね。そうですね、ですから、うん、こう勇気を出して、ね、こう先生何言ってるか分かんないですよ。何ですかそれ、何言ってるか分かりませんけど、私はこんな体験がありますって言ってちゃんと発音してくれます私はこんな体験がありますってはい、そうそう、だからね、あの勇気を出して初めて投稿される方もいらっしゃるし、もう何度も何度もね、あのベテランの投稿をする方もいらっしゃいますのでね、まあ、面白くないのはダメですからね、さすがに。そんなこと言っても、なんか聞いてほしいお話はね、うん、あの投稿してきてくださって大丈夫ですよ。感想とかね、そうそう、うん、書く能力者の感想、こんなことがあったんだけど、ね、私はなんか夢を見ているんでしょうかとか、うん、私が見たのは幻でしょうかとか、そういうのでも構いませんので。それでもいいですよ。そうするとね、先生がね、夢ですとかね、うんうん、雲ですとかね、そうなんか切り捨ててしまいますけれども、そういう投稿でも構いません。すっきりしたいでしょ。そうですよね、うん、すっきりさせてあげますよ。でね、またそれを聞いた方が、あ、私も同じような経験をしていますと言って、また投稿してくださるといいと思います。うん、了解、ね、はいですね。次は、はい、こちらがですね、あ、いつもね、あの西はじめさんというお名前でくださる方、うん、今回西はじめさんとはね書いていないんですけれども、うん、顔浮かんでくるね、はい、西はじめの顔が浮かんできますね、うん、はい、山口先生こんにちは、お世話になっております、うん、今日はお便りコーナーではなく妖怪のニュースがありましたので以下に貼り付けます。要約した文章が苦手なので本来は厳禁なのですが、そのまま転載して送ります。先生の夢を以前アトラスラジオで、子供に妖怪を知ってもらい夢を持っていただきたいという言葉を記憶していましたので、送らなくてはいけないと思いまして送らせていただきました。先生も執筆活動の仕事をしておられるので無断転載はいい気持ちではないと思いますが、はい、妖怪パワーで子どもたちに元気を、小児病棟に妖怪図鑑など寄贈ということで、3月23日の記事ですかね、はい、小児がんなどの重い病気で病棟から出ることのできない子どもたちに元気になってもらおうと、境港観光協会、鳥取県が22日水木しげるロード全妖怪図鑑や妖怪ガイドブックなど約160冊を鳥取大医学部附属病院、米子市に送った。病院であった寄贈式で境港観光協会の結城豊弘会長は、入院している子どもたちに楽しんでもらい元気になったら境港に遊びに来て妖怪から元気をもらってほしいと話した。原田病院長は、入院を余儀なくされている子どもたちに心温まるプレゼントをありがとうございますと感謝した。現在小児病棟には約30人が入院しているという。はい、有料会員になると会員限定の有料記事もお読みいただけますということですね。こちらね、うちの事務所もできたらやりたいようなことですよね。当分無理だろうね。たくさんの病院のちょっと入院しているお子さんたちにね、あの妖怪の本とかを送って楽しんでもらえたらいいなと思いますね。そうそう、資本金が、ね、今の倍になったらできます、ね、資本金が倍になる。そうですね、事務所が儲かったら、ね、寄付とかさせていただきたい感じですけれども、なかなか難しいですね。あと、あのこの間、あの100円の妖怪の本、ダイソーに売っていたあの妖怪の本ですけれども、ちょっと私もゲットして、あの甥っ子の子供とかにあげようかなと思って、で、あのね、ダイソーも置いてあるところとないところとがありましてね、それで、あの私はダイソーの係の人にどこにありますかと聞いたんですけれども、なかなかね、見つけにくい場所にあって、で、あ、ちょっとこれじゃあ分かりにくいかなとは思いましたけれどもね、はい、もしまだね、売っているようでしたら、あの100円でなかなか立派な妖怪の本ですので、お手に取ってみたらいいかなと思います。
はい、ということでですね、今回お名前はないんですけれども、西はじめさんですね。こちらは、はい、情報どうもありがとうございました。ね、こういうことができたらいいなと思います。はい、では次のお便り、次も西はじめさんですか？次は違います。違いますか？そう、西さんね、いつもいっぱいね送ってくださるんですけれども、今度は違う方のお便り。違うですね。はい、ビンタロウ先生、アイムさん、スタッフの皆様、毎日楽しく放送を聞いております。世の中には想像もできないたくさんの不思議体験者がいらっしゃるのだなと毎日感心しております。はじめまして、私は九州に住んでおります。はじめましての方から来ましたよ。はい、子供時代の私は病弱で多種の病歴があり、腎臓では入院したこともあります。神経痛、リュウマチ、ジンマシン、極度のうつ、体の痛み、苦しみ、それが一桁の年頃から成人するまで続きました。家庭環境から来る病気だったと今では認識できますが、その当時は自分を責め、親の愛を得ようと必死でした。両親は公務員でしたが、親になる素質のない夫婦だったということです。あ、なんかとてもね苦労されて育ってきたんですね。ね、病気とかもね、すごい辛かったと思います。そうだ ね、はい、私は親を反面教師にして、結婚後は子供を大事にして世間のお役に立てるように、飴と鞭で立派な大人にしようと自分なりに頑張ってきました。鞭はもうなってますよ最近。鞭はニュースになってますから。鞭そのものは使わないですよきっと。鞭は、うん、奥さんとのプレゼン使ってください。ちょっと意味わかりませんね。本当そういうことではなくですね、うん、はい、立派な大人にしようと自分なりに頑張ってきました、うん、人並みに子供を育て上げ、少し人心地できるようになりました、うん、私の病気や弱い性格はたくさんの本を読み、参考にして実践し、自己改革をして自分の心の方向性を変えたり、条例で病気は完治させました。幼い頃から霊媒体質だったのですが、近光様の鑑定で悪い霊は家族についていないとのことでほっとしています。今は健康体になり、やっと人生を楽しめるようになりました。以前から不思議体験があり、いつかアトラスラジオでも取り上げていただけたらなと思っておりましたが、他の方々の内容が濃すぎてどうしたものかと躊躇していました。でも記念に投稿してみました。実は除霊と条例ができます。お、子供時代の病弱な時期や体の調子が悪い時は幽霊などの怪奇現象に遭遇していましたが、今健康になってからは一切おどろおどろしい姿を見ることもなくなってしまいました。アトラスラジオを聞いてファンになった近光様とお会いして、鑑定もしていただきました。キラキラとした光の空間が彼の周りに見えまして、不思議で偉大な方だとびっくりしました。こんな方にお会いしたのは初めてでした。ところで、心霊能力の優れた方々は意識を変えるだけで幽霊を見たり見なくて済む力を持っているらしいのですが、私は意識的にその周波数に変化することはできないので、こういう幽霊がこんな姿でここにいるとか、それは全くわかりません。ただここは何か嫌な店だ、嫌な場所だとはわかります。それと人を見てやばい人がわかるといった第六感が少々あります。以前アルバイト先で来た客が人を殺めたことがあるという第六感が働いたことがありました。正当防衛なのかいじめなのか、あるいは恨みの思いで相手が自殺されたのかよく分かりませんでしたが、私の人相見は人生経験から来る人相見とは違う、良い人と良くない人の違いが大体分かるのです、ね、人相ですね、人の顔で。それと第六感で世の中の正解があの世では実は不正解なのではないかとよく考えることがあります。例えば人間界でこう生きなさいということが実は違っているのではないかということです。例えば人間界ではたくさんの人々と仲良く協力し合って生きていくのだから、自分を押し殺して協力をするのは当たり前なのですが、霊界も上に行けば行くほどいつも神様は一人で悟りを開く修行をしていると思っています。よく人間界では一人は寂しい、
と言われますが、一人だから楽しめるという世界が当たり前のように存在しているのがあの世だと思います。なぜなら神様や上級霊がいる世界はそこにいるだけで楽しい波動が流れていて仲間は必要ないからです。ただただ自分の霊界人としての実力をアップするために日夜研究しているのではないかと。人間界で大変だったことを鑑みて何が無駄で余計なことなのかを三次元の世界で経験してあの世でよりよく楽しめるにはどう考えどう生きればよいのかと悟る修行をして旅立った魂が勝手に地獄魔界や普通の霊界そして神の世界に入るのかなと思います。でもいきなり神の世界に入る人はまずいないのではないかと。よくても霊界で魂は一歩一歩進むのが本来の姿なのかなと思います。さて私は条例霊の触りの病気が治せます。だいたいその実態は霊界で苦しんでいるご先祖や道の途中で拾ってきた霊や怨念がついていることが多いなど浮かばれない霊がつくことで病気になる方も多いので病院に行っても治せないのです。神様の力をいただいて霊流を浴びせることで患部に取り付いた霊を取り除き良くなっていくようです。霊流というのは霊の流れと書いて霊流ですね。はい、良くなっていくようです。しかしよく食べよく運動しよく笑う睡眠をちゃんと取らないで私は悪霊がついていると言われる方がいますが人間的な努力が足りずに何でも霊のせいにするのでは幽霊や自爆霊が驚いていると言われる方がいますが、ちょっと待ってください。幽霊や地獄霊がつきそうです。人間的努力と規則正しい生活をして、いつも自分の心に明るい希望と前向きな気持ちを持つことで、悪霊は近寄れないと思います。例えば精神的な病気はなぜ鬱になったのか原因を知り改善せねば病は治らないと思います。薬をたくさん飲んでもかえって体に悪いのかなと思います。病院によって薬漬けにするところもあります。現実的に過去の私は親の暴力と罵声で鬱と罵声ということでなんかちょっと罵られたりしたんですかね、あの親御さんにね。うつと遠征感に悩まされましたが、親が見ていないところでは精神安定剤は絶対に飲みませんでした。原因が親にあることを分かっていたし、苦い上にこのんちがいと罵られることに耐えられなかったから意地でも薬を服用しなかったのです。親が子どもの人格を無視し、会社やに、人生上での鬱憤を子どもで晴らそうとすると、将来子どもに相手にされなくなったり、暴力で子どもを殺して警察沙汰に、なることでしょう。さて、条例も薬を服用せず、寝込まず、体を動かし、人間的努力をしている人の方が治しやすいです。薬を退院すると DNA が傷ついたり、霊体に傷がつきすぎ、治せないことが多いです。この先、病気や他にも UFO のこととか、除霊とか、また投稿させていただきます。幽霊がついているから病気がちである、ではなく、心の方向性を変えると霊がつきにくく、幸運になることも多いです。苦しい時ほど笑顔でいることの大切さが幸運を呼びます。死んでから魂としての本当の人生が始まるので、人間界で精一杯努力して生き抜き、魂を磨き、天寿を全うし、死んだ後一段でも上の霊界に行き、今度こそ霊界という素晴らしい世界に帰りつきたいものです。子孫を守ってあげられる霊人になる方が将来神様になれる素養を持っていると思います。神様にコンタクトを取ることはなかなか難しいことだと思います。神様に守られていると思っていたラッキーな人生が、実は悪霊に守られていることも多そうです。だいたい病気がちだったり、後半いきなりドーンと不幸になったりします。そこまで耐性しない人生でも、病気がちでなかったり、金持ちではなくても、まあまあ人生を楽しんでいる方は、実際は良いご先祖様に守られている方も多そうです。
それもこれも本人の努力なしでは幸福は望めないと思います、うん、長くなりました。申し訳ありません。ビンタロウ先生、アイムさん、これからも頑張ってくださいということでですね、でこれはっと気がつきましたらね、2021年に投稿されてきて、間違えてビンタロウ830に送ってしまいましたということでですね、ちょっと去年はね気がつかなかったかもしれないですね。はい、なかなか深いお話で、うん、そうですね、毎日なんか何かしらね、あの小さな幸せを見つけて、なんか、ね、たまたまなんか目についたデザートを買ったら美味しかったとか、うん、そういう小さい小さい幸せなんですけれども、それはいいんですよ、うん、楽しく生きているといいのかなと思いますね。そうですね、はい、ということでですね、あ、匿名で名前がね、きみこさん、キムコさんからのお便りでした。強制するのは良くないですね、はい、うん、強制するの、おとなしい人に騒げとかね、はい、うん、あの無理して騒いでると、はい、こっちが見てる方が寒くなってきますからね、はい、そう、あとね、あと最近見た YouTube とかで、あのうつ病の原因がね、腸にあるというふうに、だから腸内細菌のなんかね、うん、いい腸内細菌とかを増やせばなんかうつ病とかがね、うん、あの予防できるみたいな YouTube を見ました。そうそう、腸が大切、腸ってあのね、お腹の中の腸が大切なんですって。へー、はい、腸ってそこで腸、腸、腸って言うと勘違いすると思いました。思いました。あれは周りごとやけど しないですよしませんけどね、うん、そうそう、なのでね、うつ病はそう、やっぱりこういじめられたりとか、なんかそういう精神的なものが、ね、うん、原因かなと思っていたんですけれども、うん、それは原因ですよ、ね、それも原因ですけどね、うん、内臓の中のもね、あるらしいのでね、はい、はい、ということで、きみこさんありがとうございました。お便り待ってます。はい、次のお便り、はい、ビンタロウさん、アイムさん、ご無沙汰しております。アルベロです。アルベロさん、はい、事故、自転車同士の衝突、私が被害者で体調不良でした。最近元気になってまいりましたので、温めていたメールを送ろうと思います。あら、ちょっとね、自転車同士の事故とかも怖いですよね。うん、私も結構なんか危ない運転している方にぶつかられそうになったりとかして、ぎょっとしたりしますけどね、うん、はい、最近どなたかと対談インタビューをと話されていたので、ちょっと変わった経歴のお坊様が奈良の生駒山にいられるので、ぜひお願いします。生駒山におられるので、ぜひお願いします。どんな方か、坊主がいると、うん、いると、はい、どんな方か、今日セブンイレブンで、はい、猫がいるっていう本を売ってましたよ。猫がいるっていう本、猫がひたすら写ってる、うん、あ、いいじゃないですか、そういう写真集もね、癒されますよね。ババがいるってどうですか。癒されますよね。もう全ページおばあちゃん、全ページおばあちゃん癒されます。なんかね、もう、ね、私もね、なんかおばあちゃんになったら可愛いおばあちゃんになりたいなと。可愛いおばあちゃん、ね、はい、可愛いおばあちゃんなる。で、なんか他の人が困ったことがあったらね、それはこうしたらいいよとか優しく教えてあげられるおばあちゃん、なるほど、になりたいなとね、うん、可愛らしいおばあちゃんっていいですよね。可愛らしい、はい。なんで前編おばあちゃんの写真、バカがいる。おばあちゃんもね、あの最近のおばあちゃんおしゃれですからね。まあ若い人いますけど ね見習いたいなと思いますよ、うん、はい、でどんな方か少し書きます。ね、加藤レイという僧侶さんですって、うん、加藤レイ子さんというあのグラビアアイドルがいましたけどね、加藤レイさん、うん、はい、元男子、元 AV 女優、高野山大学密教学科卒、生駒山修験宗っていうんですかね、修験宗27代目館長、プロ霊術家、居合道家、他ホームページ、YouTube、Twitter をご覧になってください。もうなんかすごい経歴ですね。元見ましたよ、僕も早速、うん、アルベロさんからメールがあって、はい、で元男性 で、うん、で女性になってから AV 女優になられたんですかね。そうじゃないですか。おお、その後は、お坊さんになられたとでしょうね。なんかすごい経歴ですね。なんか、はい、なんかね、うん、やっぱ
男の人って喋り方が男の人だなって感じしましたね。なるほど、はい、うん、はい、加藤麗さんの YouTube とラミズムチャンネルさんとコラボ、ラミーちゃんも元男子、外録などに出演されています。独特な雰囲気の方ですが、中高生くらいの子供さんが聞いても分かりやすいお話などされています。もちろん怪談も、はい、ということでですね、ちょっとこちらの方、先生見てどうでしょう、コラボのやってもいいんですか、ね、やってもいいですよと。おお、ね、じゃあちょっと対談をしてみていただきましょうか。そうですね、まあ、まず電話かなんかで、はい、対談をやると、対談をやると、はい、わかりました。ですか、はい、じゃあどうも、あのアルベロさん、情報ありがとうございました、はい、ね、前向きに考えてくださるということですね。ですね、はい、ということで、後編が終わって、あ、後編でね、言うの また忘れてた、はい、ですね、アーカイブの、ご紹介をしますね。現在、ズームライブなどで、アーカイブを作っておりまして、まず、うん、アーリンの心霊教室。で、こちら、ですね、第、シーズン1もありますし、うん、シーズン2の方も売り出しが始まっております。うん、はい、あとはね、飛鳥昭世先生との、山口敏太郎の危ない対談。うん、はい、こちら、あとポッカポカ近光のアーカイブ、うん、と、あと怪談王の2021年の関東予選と決勝戦、あとは、怪談王の2022年、去年ですね、去年の関東予選と決勝戦、はい、それに、相上ちゃんのホワイトデイズームライブ、こちらのアーカイブも加わりましたので、で、あの、お申し込み先は概要欄に載せておきますので、こちらの方もどうぞお申し込みください。はい、お値段とかね、ちょっと各、ライブによって変わってきますので、はい、なんか見逃しちゃったよとか、で、今知ったよという方はですね、ぜひ。アーカイブ申し込み来てるんですか？うん、来てますよ。どれぐらい来てるんですか？あんまり来てないです。4、5件来てます。4件？はい。そうですね、きついですね、はい、ということでね、これからお待ちします。まあ、だ、あのね、告知始めたのも結構最近ですのでね、アーカイブ、はい、なるほどね、ということで、お申し込みよろしくお願いいたします。はい、はい、後編は終わっていきます。はい、まあ、不思議な体験とかね、不思議な人物紹介していきますんで、メールください。不思議な人物の紹介も始まりましたか？この人変ですって。そういう紹介ですか？いや、いいです。それはだって、のんちゃんが、猿人間一家が紹介してはるんですよ。猿人間で。川越にいるらしいですか。はい、ね。川越近辺の方ね、もしかしたら見かけるかもしれません、ね。怒るかもしれないですよ、川越市民が。はい、そうですね。そんな田舎じゃないぞ。あ川越はいいところです。なんか何ですか、小京都って言うんでしたっけ。小江戸ですよ。あ、小江戸でしたっけ。だから昔ながらの街並みが残ってるんでした。うん、そう。ちょっとね、行ったことがないんですけれども。行ったことないんですか。行ったことないんですよ。楽しいですよ。あ、行ってみたいですね。はい。あそこにいろんな話が残ってますよ。あ、そうですか。虫を食う男の話とか。虫を食う男。虫食いなんとかっていう伝説が残ってる。はい。虫を食べる名人だ。いやー、それは嫌ですね。江戸時代に。はい、いや、それ岩崎さんって言ってた。そういう名前の方ですか。嘘です。もうやめてくださいよ。はい、はい、まあ、そんな不思議な話を募集しております。 TOKUSHIMA5566@yahoo.co.jp コラボも引き続き募集しております。 TOKUSHIMA5566@yahoo.co.jp まで、いろいろ、ね、送ってください。それから、心霊写真とかも受け付けております。UFO 写真、まだ溜まりましたか？すごい溜まっててですね。うん、で、村さん、イベントが終わったので、そろそろ村さんにね、依頼しようかなと。あんまり村さんに仕事振りすぎると、心臓通っちゃうとダメですからね。考えながら、もう75ですからね、はい、そうですね、後期高齢者ですから、もう元気でいてほしいですね。はい、そういう方は郵便でも受けております。船橋市新高根6丁目27番2号株式会社山口敏太郎タートルカンパニーまで
送ってください。よろしくお願いします。さあ、このどれにしましょうか。オカルトはエンタメだ。エンターテインメントはオカルティズムだ。山口敏太郎でした。さあ、皆さん。だいぶ暖かくなってきました。オカルトの季節が近づいてきています。次回も、不思議の世界であなたとランデブー。あなたの山口敏太郎です。また言いましたね。また言ったらいけませんか？いいですよ。ちょっとインディードにライバルしてもらいます。インディードにライバルして。ラジオインディードにライバルしてもらいます。ライバルになりませんって。あなたの山口敏太郎です。そんなこと言ってませんよ。ラジオインディードでは。いや、なんか それらしい雰囲気を醸し出してる。醸し出してないですよ。俺も負けずに醸し出そうかなと。いいですよ、それでは皆さん、次回もお会いしましょう。さようなら、はい、バイバイ。さようなら。